島はサンゴでできており、小さな穴だらけのスポンジのような構造です。ここに普段染み込んでいる海水が、潮位の上昇で圧力を受けて押し出され、地面から吹き出してくると考えられています。1時間半前に地面から水が湧き出てきました。口に含んでみると、間違いなく海水です。この異常な出水、現在考えられている原因は地球温暖化に連動しているとみられる海面の上昇です。